スタートしました。6。頭飛び出して1商会に向かいます。4番島の玉姫3番里の丘うち2番愈史郎この3頭が並んで1商会を降りました。4番定価も最初の紹介を降りています。下って刻んでいます。各馬若干砂煙が上がります。帯広競馬場です。 早くもうゆったりとした流れです3番里の桜花が先行しますが止まってこれに外から5番の津軽のど丼玉が並んできましたが刻んでいますこの2頭の間すっと前に出ました4番島の玉姫しかし止まって外新種母場五甲三区津軽のど丼玉がまた並びます佐奈久内2番由志郎1番男の宝 外に6番の北西ゼニコが続きますほぼ一覧一覧から気合を入れて2番ユシロウが前へと上がりましたが止まります6等1、2障害の中間を過ぎています何度も何度も歩きそして止まりそれを繰り返し少しずつ2障害の手前に近づいています各馬。 前は5番の津軽のどん玉止まってうち少し前に出て刻む4番島の玉姫さらにうちは2番の湯代を3頭の後ろに6番の北西銭子刻んでいますあと3番里の丘1番男の宝がつつきます。前の3頭頭後ろ3頭と、 少し馬群が分かれてきました前の3頭から4番の島の玉姫が抜けて2障害の手前に来ました前半2分6秒で来ています由志郎津軽のどんだばと集まりますじっくりと息を入れてさあ万英ポイント第2障害まだ息を入れています 四番島の玉姫、五番津軽のどんだば、二障害登っていきましたが、共に一、二歩で止まっています。うち、二番・吉郎、行きました。さあ、吉郎、上がっていくか。さあ、一歩、一歩上がって止まらず、た二番の吉郎。先頭で第二障害を降りていきます。その後、挑戦始まった。北西ゼニコ坂の中腹まで来て、うん、止まる。 うちは1番の男の宝、んと中腹止まって、さあ二越目が入った6番の北西ゼニコ。坂の頂上まで来て、坂の下りに入って、2番手で第二章外を降ります。3番手以降坂の上り、賢明な挑戦が続いています。前は間もなく残り20のところ、一旦詰まりました2番の由志郎を大きく開いて、 6番北西ゼニコが2番手3番手以降はまだ第2障害です再び歩を進めて残り10に差し掛かって詰まった2番の由代依然開いて6番北西ゼニコは残り3 0メートルのところさあ立て直して2番の由代が行きます由代が1着残り30を切った6番の北西ゼニコ。 開いて二生涯下りた5番津軽のどん玉詰まってそのうち1番の男の宝あとは第2生涯残っています再び歩けるか6番の北西ゼニコさあなんとか反りを引く残り20を切ります北西ゼニコ56シン後ろ津軽のどん玉そして男の宝止まっています まもなく残り10というところ北西ゼニコ止まっているまた歩を進めてさあ残り1 0ルです6番北西ゼニコ。懸命に歩きますがうんとまた止まった藤本拓海騎手促します6番北西ゼニコ。再びそりを引きますさあ入線です あとは残り10を切って5番、津軽のどんだば。その後ろ1番、男の宝立て直しますが2、3歩で止まります、津軽のどんだば。もう一度歩こうとしますが今度も1、2歩で止まった再び歩を進めて5番、津軽のどんだばですがっとまた止まってうち男の宝も止まりました。が。 勝て直して津軽のどんだ